もしかして一人旅ですか？あの、何か？俺は一人旅をしているのかとお聞きしたんですが。最近、この町ではマフィアの抗争が起きているんです。俺たちは当然のことをしているだけですから。それから、いつもの。ところで、さっきの一人旅についての話ですが、フィオーレファミリーは町の人々や観光客を守ることを常に心がけていますが、俺は狙ってくださいとばかりにふらふら危険地帯を歩き回る能天気な一人旅の女性など、そもそも守る義理はないと考えていますから。外国の女性がわざわざ治安の悪い国に一人で来ているわけですから。当然、自衛手段くらいは考えているんですよね。最近は落ち着いてきましたし、大丈夫だとは思いますが、万が一の可能性もあります。十分に、いえ十二分に気をつけてください。歩く時はなるべく大通りを歩いて、狭い路地には入らないように。危険だと思ったら大きな声で叫んでください。いいですね？ありがとうございます。